OK です。今日はピティナピアノコンペティション2023 C 級近現代スタイルの課題曲である湯山明さん作曲のお菓子の世界からチョコバーを解説と演奏していきたいと思います。それでは実際に楽譜を見ていきたいと思います。これ F ドゥアで4分の4拍子、最初の2小節は前奏になりますね。でまずこの前奏の弾き方なんだけれども、左手4分の4拍子にもかかわらず8分音符が3つ肩まで、でもう最初からもうクロスリズムで始まってくる、とってもかっこいい作品です。でこの左手は、後々見ると11小節目のところからは左手にスラーがつくんですよね。なのでそのちょっと違いを作っていくためにも、何も書いてない左手の8分音符はノンレパートでちょっと目立たせる、これぐらいですと、で特にそのレッスン室だったり練習室だったりで弾いてる場合はあまり気にならないけれども、まあ、こういったホールで演奏をね本番する時っていうのはかなり音が響く場合もあるので、相当気をつけて違いを感じていないと、結局はノンレガートっぽく弾いてもスラーで弾いてもあんまり変わらなかったってなるとね、せっかくつけてももったいないので、もうかなり立たせて弾いたらどうでしょうか。で、右手の電話をまずこのリズムが、これがもうとにかくかっこいい、このリズムを目立たせるために弾いていく。だから左手のバランスを、もちろんその左手はこんな風に弾く必要はないのでね、しっかりとバランスを考えるようにしましょう。でここちょっとサクッとしてるようなパリッとしてるイメージかなと思います。でその分5小節目からのこの、ここはほらちょっと夏場チョコレートがこもってたらこう指にベトってついちゃうぐらいこう溶け出してきたみたいな。感じがあるといいかな。でペダルも使うから、このこのノンレガートっぽいところとこうペダルを全く使わないっていうその対比もしっかりと聞かせた方がいいですね。でまたベトで、その11小節目からはさっきも言ったけれども、左手にスラーがついてくるので、ちょっとそのベト感が増えてくる。でフォルテッシモまで一気にね登っていきますね。でこのスビとピアノのところ、これもリズムをとにかく正確に、なんとなくリズムが流れないように。で次にこのアクセントはスラにしないように、アクセントをそれぞれつけて、切ってるっていうのが分かるように、そうやって弾くようにしましょう。でこれリピートありなのでまた戻ってくる。
一番最後の段の19小節目から、このこれフォルテでさらにクレッシェンドをかけていくんですが、こういうところのクレッシェンド の仕方ね、クレッシェンドだから徐々に大きくするからと思って、このスタッカートの音でクレッシェンドをしちゃうとなんか途端に重くなるのよ。でリズムがあんまりよく見えなくなっちゃうので、このアクセントの音、この頭の音でクレッシェンドをしていくとかっこよくなる。だからこのそこにあんまり重さを持っていかないということです。このアクセントはしっかりとつけましょう。ピアノの中でポンちっちゃく響くような感じかな。でやっぱりとにかくこれはメロディーをどうのこうのとかっていうよりも、とにかくこのリズム感よくリズムを感じて正確に刻んでいく方がいいと思います。なので例えばね、15小節目のでこういう風に聞くよりも、このぶつかりこの不協和音のぶつかりをよくね聞いてみたり、聞く方がちょっとおしゃれにかっこよく弾けるかなと思います。でこの何回か出てくるっていうこのスタッカートは手首に力を入れないで、この押し付けもしないでちょっとこう抜くような感じで、なんかちょっとウエハースみたいなそういうイメージで弾けるかなと思います。いかがだったでしょうか。とてもねリズムがかっこいい作品なので、ぜひ正確に刻みながらも自分のイメージを大切にして、どんなチョコバーになるか、演奏を楽しんでください。Kチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube の他にも SNS、Twitter、ブログ、インスタもやっています。概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。